皆さんこんにちは伊丹スポーツセンターが健康増進施設に認定されました伊丹スポーツセンターが運動型健康増進施設として厚生労働大臣の認定を受けましたこれにより医師の処方に基づいて運動療法を実施した場合には施設利用料を 医療費控除の対象にすることが可能になります。施設ご利用の方はぜひご確認ください。お問い合わせは痛みスポーツセンター零七二七八三の五六一三までお願いします。それでは痛みだよりスタートです。 高齢化が進む日本では現在、認知症と診断される方が増えています。75歳以上の1割以上、80歳以上では4人に1人、85歳以上では半分以上の方が認知症であると言われており、今後も増え続けると推測されています。今回は、その認知症についての知識を深め、正しく学ぼうと、 地域の認知症医療の中核として日々治療を続けている私立痛み病院認知症疾患医療センターの伊藤先生にお越しいただきましたよろしくお願いしますよろしくお願いしますえ認知症発症する人が増えているということですがえまずは認知症がどんな病気なのか改めて教えていただけますでしょうかありがとうございます ま認知症というのはまあ、皆さんが一番かかりたくない病気の一つじゃないかなというふうに思いますしかしまあ年齢を重ねるに従ってまあ、必ず皆さんかかる確率のある病気ということになります 認知症については最近いろいろなことが分かってきまして他の高血圧であるとか糖尿病と言われるものと同じように早めに診断をして適切に治療やケアを行うということによって進行を遅らしたり長く穏やかな生活を続けるということができるようになってきている病気ということになります。 まあ認知症っていうのは簡単に言いますと脳の血管が詰まったり脳の中にゴミがたまるということで以前の状態から認知機能が低下すると、うん、まあそれによって仕事であるとか日常生活にに困っってしままうううとというそういそた病気になりますところでこの認知機能ですが認知機能低下というふうに聞きますとどのような状態を思い浮かべられるでしょうか、うん、まずはやっぱり物忘れが多くなる 人の、まあ、顔とか名前ですかねそれを忘れてしまうっていうのがまずは思い浮かべますけれどもそうですね認知機能低下といいますと、まあ、物忘れののようにに記憶に関すするるものを思思いい浮かべるかべと思いますそれ以外に時間や場所の検討がつかなくなってしまって昼と夜が逆転したり迷子になってしまうものや段取りや手順が分からなくなって料理や家事が上手にできなくなるもの 言葉がうまくできなくなってしゃべれなくなるもの注意力が低下するもの判断力が低下するもの見たたりりり感じすすする力に影響を及ぼすものななどいろんな種類があります、まあ、こうしたことが原因で日常生活に困るようになりますと認知症ということになってきます。では認知症にならない方法っていうのはないんでしょうか <laughs> まこれをすれば認知症に絶対なりませんという方法はありません。 ですけども、まあ、認知症になりにくくする予防の方法というのは言われております。大事なのは食事、それから運動、それから社会に参加することということになります。まあ、食事はバランスよく食べていただくのが大事です。できれば肉や魚、豆類や乳製品などのタンパク質を多めに、野菜や果物もしっかり取ってください。減らしていただきたいのは塩食塩になります。うん 運動も大事です。できれば週三回、三十分以上してください。ストレッチやゆっくり歩く有酸素運動というのもいいんですけども、積極的に取り入れていただきたいのはレジスタンス運動やバランス運動、それからデュアルタスク運動というようなものになります。はい。え、そのような運動はどういった運動なんでしょうか。はい。レジスタンス運動というのは負荷をかけて運動をするものになります。 例えば、自分の体の重みを使って階段を上る、椅子から手を使わずに立ち上がる、足を上げるなどの運動を行います。バランス運動というのは、バランスを取るため、筋肉や体幹の力を鍛えるもので、椅子につまってかかとを上げるとか、片足上げなどを行うことをします。デュアルタスク運動というのは、体と頭を同時に使う運動であり、 歩きながら都道府県の名前を言ってみたり、ああから始まる言葉をできるだけたくさん言ってもらったりするということをやります。はい。え、他にもあったりしますか。そうですね。うん、やはり社会に参加するということが大事なんですね。脳、うん、というのは、あのもを覚えたり、思い出したり。 判断したりまあ、それ以外にもいろんな働きを一斉に使っているんですね、えー、ですので脳のトレーニングをするためにはそれらを同時に動かすことが大事ですまあ、そのためには一人で何かをするよりも誰か他の人とおしゃべりをしたり物を一緒に作ったり作業をしたりということが効果的と言われていますですから趣味の活動やボランティアなど 家族以外の方との交流をできるだけ持つようにしていただきたいです。伊丹市内では伊丹いきいき、百歳、体操などいろんな取り組みがされています。デイケアであるとか、デイサービスも効果的です。こういったことは、地域包括支援センターへ相談すると利用方法など紹介してもらえます。 ではそのような予防を行ったとしても最近物忘れがひどくなったまたご家族の中でどなたかに認知症らしい症状が出たという場合はどうしたらいいんでしょうかかかりつけの先生であれば内科でも内科以外でも大丈夫です。うん まあ、かかりつけの先生がおられなかったり相談しても対応が難しい場合などですね。スマートフォンで痛み死・認知症・相談で検索すると痛み市役所のホームページ認証お助けガイドというページにつながりますその中に痛み市内の認知症かかりつけ医療機関というのがたくさん出てきますので電話で問い合わせの上そこを受診していただくのがいいと思います ご覧のテレビの画面にも二次元コードが出ていますのでご利用くださいまたこれらのかかりつけの先生で専門的な診断が必要であると判断されましたら認知症サポート医の先生や、まあ、私立医体病院のような認知症疾患医療センターへ紹介状を書いてもらいます、まあ、この認知症の治療においては最初の診断であるとか初期の対応も大事ではあるんですが。 その後継続して治療を行ったり健康管理を行うということがとても大事になります、まあ、そうしたこともあり私たちのような疾患センターだけでは認証の診療は行えないんですねかかりつけの先生と二人三脚で認証の治療を継続していくということが重要なんです、はい、そのため当センターへ受診を希望される場合は必ず紹介状を書いて予約を取ってもらうことが必要となりますはい 痛み病院の認知症疾患医療センターではどのようなことをしているのでしょうかありがとうございますまずご本人やご家族の方からどのような症状があるのかまどのようなことで困っておられるのかをお聞きしますまあ、さらに体を診察したり採血や写真の検査をしたり神経心理検査というクイズのような検査を何回かに分けて行います そういった検査結果から、認知症なのかどうか、認知症であればどういう種類の認知症なのか、病気が進行するとどういう症状が出てくるのか、進行を遅らせるためにはどのようなことが必要なのかについてお話しします。認知症の種類によってはお薬もあるんですが、まあ、お薬以外の治療も大事であるため、先ほどお話ししたデイケアやデイサービスの利用を強くお勧めする場合もあります。 先ほどお話しした食事や運動、社会への参加というような予防の話は、認症の方にとっても大事なので、そういったお話もさせていただきます。介護力が不足しているという場合には、地域包括センターと相談して、えー、一緒に考えていきます。それらのことを行い、まずごか、えー、患者さんやご家族の方が落ち着いて生活できる状況を作り出します。 そのようにして状況が安定してくればかかりつけの先生へもう一度紹介を行いい継続をしていただきますその中でもう一度状態が悪化したりした場合には再度受診していただいたり電話でご相談を聞かせていただくということもしております。かかりつけの先生と地域包括支援センターなど伊丹市の職員の方々伊丹市役所や地域でいろいろなサポートをされている方々 それから我々市立痛み病院の老年内科認証疾患医療センターのメンバーがチームとなって認証の方やご家族の方を支えていきたいと思っておりますこういったことの積み重ねで認証になっても自分らしい暮らしを住み慣れた地域で続けられるように地域全体で支えていきたいとまあその力の一つになりたいと考えておりますはい、えー、これからも認知症の皆さんそしてそのご家族 の方々を支えていってください、えー、さて認知症についてもっと知っておきたいという方は先ほどもご紹介しました、えー、痛み死認知症お助けガイドをインターネットでご覧ください、えー、また痛み死そして認知症相談で検索するもしくは画面下の二次元コードを読み取ると表示されています、えー、今回は 私立痛み病院の伊藤先生にお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました